豊島大橋は、広島県呉市の豊島と上鎌曲がりとを結ぶ道路橋。2008年全検証道路部門受賞。同年土木学会田中賞作品部門受賞。2008年11月18日供用開始。掃除業費240億円。日本国内にある吊り橋において、この橋は21世紀初春行のもの。 愛称はこの地域で古くから親しまれ県庁でもある阿弥から阿弥大橋と付けられている。県の秋名田諸島連絡架橋事業に伴い整備された橋であり、広島県道356号と岩浜鎌刈線を構成する。通称、秋灘3号橋。上鎌狩島側に大浦トンネルが隣接している。なお道路名でもわかる通り、管理上の起点は、 都島川つまり、呉市本土側から見て、反対方向になる。計画当初は、秋灘大橋とともに、有料道路とする予定だったが、交通量予測と維持管理費、料金徴収にかかる人件費を開案した結果、デメリットの方が大きいと判断され、無料の一般道として開通することになった。この橋の開通により、本州から、 愛媛県今治市の岡村島までの一連の秋名田諸島が橋でつながることになり、整備した県は観光面のみならず特に救急医療面でのメリットを強調している。この海峡には、桁下50メートル河口幅540メートルと秋名田大橋と同等の航路限界が設定された。そのため町大橋として架橋することが決まり、その中で吊り橋に決定した。上記の通り、 日本における21世紀初の吊り橋となった、この橋において、コスト削減を前提とした最新の技術が用いられており、いくつか世界でも初の試みが導入されている。主ケーブルは、一般的な 5mm 粗線ではなく 7mm を用いたエアスピニング工法。ほつよしげた、主島のおける台風安定性の工夫。ケーブル、ほつよしげた、 首都の内部を防錆対策として早期乾燥システムを導入。これはしゃがり橋である信号の道を橋で先行導入したものを釣り橋に置いて世界で初めて導入したもの。また、堅固な地盤を利用して岩木式アンカレージを採用したのも国内初のこととなった。ありがとうございます。